日産ディーゼル JP ノンステップキロリットル JP252 ニャン海玉バススペースランナー JP は日産ディーゼル工業が平成22年まで製造販売していた普通型路線用バスである。1992年在来からの中型車 JM 系のシャーシ及びボディを延長し日本初の中型断面10.5メートル級ボディを持つ路線型低床バスとして誕生した。 当初はベースモデルの関係からボディメーカーは西日本車体工業のみとされ床構造はワンステップタイプであった。1994年に形式認定量産化された後、1999年には空気バネー使用ワンステップ車とノンステップ車が追加設定され、都市路線向け低照バスの新たな標準モデルとしての地位を確立した UJP211。 NTN からは、日産ディーゼルの標準車体の18型 E も発売開始された。その設計思想は、国内他社の車両開発にも大きな影響を与え、後に、日野 HRK、三菱ふそう m k 系からも10.5メートルボディのノンステップ車を生み出させるまでに至っている。2004年のモデルチェンジで、リーフサス車の生産は打ち切られ、 エアサス社の PKJP362 ン型1、形式のみになった。その翌年には、路線使用者のブランド統一に伴い、スペースランナー JP の愛称が与えられている。新短期規制車は、日野自動車からエンジンの供給を受けていたほか、三菱不走トラックバスと日産ディーゼル工業の業務提携開始に伴い、新長期規制車からは三菱不走のエンジンを搭載し、 また三菱不装へ完成車が OEM 供給される。日産ディーゼル j m ンステップ UJM210GTN 会西鉄バス北九州1992年10月25日に行われた西日本鉄道北九州線すなつ黒崎駅前間の廃止に際し、西鉄ではその路線代替として乗り降りのしやすいバス車両を導入することとなった。当時、 一部自治体が導入していた大型路線バスベースのワンステップ車は特注仕様で価格が高かったため低少でかつ一度に多くの客を乗せることのできる廉価な車両として生み出されたものである。この車両は日産ディーゼル、西鉄、西鉄の子会社でバス車体メーカーである西港の三社が共同開発したもので9メートル級西港ボディの中型車 UJM210 GTN 型をベースに設計、開発された。中型車が改造ベースに選ばれたのは、床面がもともと大型車に比べて低いというその構造によるが、中型車足の延長改造は、メーカーとしても初の試みであり、西高側からの設計方針が明示された時点では、その要望に難色を示す技術者も少なくなかったという。同型のシャーシを前後二つに切り離し、 中間に延長部を挟み込んで再接合することにより全長を10.5メートルに拡大。車体はベース車の長さを延長した形なのだが、この形式の車では乗客用の非常口が右側面中央部に設置されている点が外観上の特徴といえる。足回りは同時期に開発された車軸間抱き式のリーフサスである。これにより、 地上から床面までの高さを 58cm に短縮し、ワンステップ低昇化を実現している。また同時に車軸が若干長くなっている。エンジンは RM-JMK 用の FE6 型にターボを付けた FE6T 型である。この車両の導入にあたっては、京王帝都電鉄が西鉄向けに納入される JM に目をつけ、西鉄に打診して、 納車前の20台を借りて、実際に東京都内の路線で試験運行し、低照射であるために干渉する道路については、自治体が改修工事を行ったと言われている。日産ディーゼル JP1 ステップ、富士八 e 加装車 u j p 二百十一 NTN 西東京バス JM 改造型は、都市路線向け調停照射として量産されることになり、1994年2月に、 専用シャーシを与えられて、正式に形式認定を受けた。これを機に JP という新たなシリーズネームが付与されている。床面高さは53センチメートルで、この値が国内競合他社も含め、その後のワンステップバスの標準的な床高となる。また、乗客用非常口は一般的な位置である右側後部に移されている。 西高ボディではヒデオリジナルボディでの納入例が多かったが、西鉄では1994年春、全面デザインを西高 B 型と同様にした JP が約40台納入された。1994年2月の量産化発売に際し、富士重工業製18型 E ボディを仮装した車両も設定された。この型の最初の納入事業者は、 東北地方の秋田市交通局であった。納入の際には積雪が懸念されたが、秋田市内は急上下町のため、道幅が狭く、この方のバスの運行路線が限られること、市内の当該区域は除雪が行き届いているという理由で導入に至った。1995年より、京王帝都電鉄が大量導入、京王グループの西東京バスでも採用された。京王では、 西港、富士の2社のボディで導入され、西港の関東進出への契機ともなった。多くが逆 T 字窓仕様で製造されたが、西東京バスなど一部事業者へは、冊子窓仕様で納入された。2007年頃から大都市圏で運行されていた、当該車両の地方事業者への移籍が始まり、2ステップバスが多い地域のバスのバリアフリー化に貢献している。 日産ディーゼル j p ワンステップ、富士 8E 仮装車系 CJP250、NTN 西東京バス1995年8月、発売。短期規制に対応したモデルで、エンジンはインタークーラーを追加し24バルブ化された、FE6TA 型に変更された。富士重工 8E ボディを仮装する場合は、多くがこの形式である。なお、 関東バスと横浜市交通局には、軸間距離を短縮した車両を、また新潟交通には、通常の大型車用のタイヤを装備した特別使用車を納入している。1999年8月発売。長期規制対応モデルで、エンジンは改良により、最高出力が 240PS に引き上げられている。 この台で、車体長10.2メートルモデルとエアサス仕様が追加されたほか、キロリットル JP252 ニャン型の改造扱いで床面高さ33センチメートルのノンステップ仕様が生産開始されている。本系列ではすべて、西高生車体で製造され、富士重工製での導入例はない。西日本車体制では、ほとんどが、 B 型車体だが一部にヒデオリジナル車体の車両が存在する。新規設定された L 尺は極めて納入例が少なく、この台のみにとどまった。日産ディーゼル JP1 ステップ PKJP362 アン、京浜急行バス2004年8月26日発売の新短期規制適合車。このモデルチェンジで JPK のラインナップは、 車体長10.5メートルのエアサス車のみに整理され、リーフサス車や10.2メートル車はカタログから姿を消した。形式は PKJP360 ニャ1種類となり、それまで改造扱いであったノンステップ車も改めの名称がつかなくなり、ワンステップバスと統一された。日産ディーゼルの車体化想が西日本車体工業に集約されたことにより、 車体はすべて同車により、仮装される。エンジンは、日野自動車から供給を受けた J07E、TC 型になり、平成16年排出ガス規制に対し85%の粒子状物質低減レベルを達成、超低 PM 車となっている。またリアコンビネーションランプは、透過保法案基準適合のため、縦向きのものとなった。なお、それまで、 日産ディーゼルの路線バスは、ルートバスと呼ばれ、それもバス事業者向けのカタログに記載されてはいるものの、一般的には、JP 路線などと呼称されたが、2005年半ば以降は、大型フルサイズ観光バススペースアロー&、スペースウィングを除く普通型路線、自家用、一般観光車はすべてスペースランナーと名付けられた。従って、スペースランナー JP として、 全国で販売されることとなった。この車両はそれまで JP を大量購入していた、京王電鉄バスグループが一切購入しないなど、生産台数が比較的少ない車種である。日産ディーゼルスペースランナー JP、ノンステップ PDG JP820、ニャンウェの電バス三菱不装、エアロミリ S。外観は、 上のスペースランナー JP とほとんど差異がない2007年12月25日に発売開始された新長期規制適合車。基準に対して PM の10%減を達成している。排出ガス規制のため、前の車種から4ヶ月ほどの販売停止を経ての発売開始となった。この車種から日産ディーゼル工業と三菱不走トラックバスのバス事業における 業務提携が開始された。日産ディーゼル側が設計しているため、西日本車体工業で仮装されているが、エンジンに関しては排出ガスの処理装置を含めて、三菱不走から供給を受けており、同時期にモデルチェンジされた、スペースランナー RM と同様の三菱不走の6、M60 エンジンを搭載している。また、この車種は2008年1月31日から、 三菱不走にエアロミディ S として OEM 供給されている。ホイールベースが前回と同一の全長10.5メートルの N 尺車 PDG JP820 ニャン1種類の発売である。三菱不走と車両が統一されたためか、リアコンビネーションランプはそれまでの縦型のものから、三菱不走のエアロミディシリーズと同様のリアバンパー内蔵の横長タイプになったほか、 リアウィンドウ下中央に LED タイプのハイマウントストップランプが標準装備される。キロリットル JPK から3大連続の変更となる。西日本車体工業のバス車体仮想終了並びに解散に伴い2010年8月に製造終了。九州電力が現海原子力発電所に併設している見学、PR 施設。 玄海エネルギーパーク敷地内での運行用として、東京 R&D、安川電機、湯浅コーポレーション西無電子工業と共同で、キロリットル JP252 リットル SN シャーシをベースにした電気バスを開発し、2000年3月に納入した。この電気バスは最高速度時速80キロメートルでの走行が可能で、1回の充電で、 最長 160km もの距離を走行することができるなど、当時は国内最大級の性能を誇る電気バスであった。また、車椅子での乗車が容易になるようなカドビラにスロープが設置されているほか、ナンバープレートも交付されているため、行動を走行することも可能である。ありがとうございます。